はい、では今日は新大久保にある、ヴィンテージギター専門ショップハイパーギターズさんに、お邪魔しております。ではでは早速長島さん、今日の一本を教えてください。はい、そうですね、これはですね、もうキングオブエレギターなんていう形で言われてるやつなんですけども、はい、1959年製のですね、ギブソン社のレスポールになりますね。スタンダードですね。はい、もうとにかく、はい、59年製ですか。そうですね、にはとても見えない、はい、ですよね、美しさというか、すごい、これまたまあ、いわゆるその当時のも全部パーツそのままなんで、まあ、フルオリジナルって言われてるんですけども、はいはいはい、まあ、生産台数も少ないながらこういう状態でやっぱり保たれてるというのは非常に珍しいことになりますね。もう木目がもう違いますね。なんか最近のこうギターの木目となんかもう全然年季が違うっていう。そうなんですね、はい、これももう本当にこの質感ですよね、はい、なかなかこういうのって再現やっぱり今の技術ではできないみたいで、やっぱり当時のこういう塗装の質ですね、そういうのがないと難しいみたいですね。はい、ではこちらのギターとても面白いエピソードがあるということで、はい、そうなんですよ、この間ですね、ハリウッドスターのですね、はい、ジョニーデップさんが、まあ、お店に来られて、はい、このギターを非常に気に入られてですね、はい、もう本当にもう持って帰りたいぐらいの感じだったですね。はい、はい、すごい気に入ってました。はい、ちなみにこのギターはもうお値段がとてもすごいですね。ね、ですね、はい、このあたりはもうドキャーっていう形なんで、一応今うちの売り値でですね、やっぱりもう2800万円という金額がついてるわけですよね。でもまあ結構ハードルが高いほど燃える方もいらっしゃいますんで、ぜひそういう方は、ね、挑戦してみてください。では早速音を聞かせていただいてもよろしいですか。はい、わかりました。はい、はい、もう音が良すぎて、ね、何なんだろうという、この弦がこう分離して一本一本綺麗に聞こえるというのがこの、まあ、59年製のレスポールのマジックなんですよね。これが非常にいいです。もうレスポールというと結構音の分離をさせるのがまあ難しいというか、音作りそこがやはりネックになると思うんですけど、もうそんな心配はいらない。はい、ただハードルが高いですみたいな感じですね。もう本当にすごい音を聞いてしまいました。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、2800万。